朝鮮日報、朝鮮日報、朝鮮日報、朝鮮語読み、著装いるボは大韓民国の日刊新聞、東和日報と並んで、韓国で最も歴史が長い新聞社であり、発行部数は韓国最大である。在日本朝鮮人総連合会、朝鮮総貫の機関紙「朝鮮新報とは無関係。発行部数も約230万部と、 韓国最大であり、調査を始めた1989年以降2009年、現在まで韓国で一番の高独立である。編集成功は、保守的、右翼であり、韓国の新聞の中でも強硬派に属する。金四三政権までは政府に、好意的な記事が多かったが、金大中政権、ロブゲン政権時代は政府に批判的な言論が増えた。 その後の保守派の李明弘政権、牧金恵政権には好意的であった。現在のムンジェイン政権に対しては極めて攻撃的、敵対的な姿勢をとっている。そのため、保守、右派層、既得権層、財閥、民族主義派からは支持を得ているが、左派、労働組合からは、親独裁、新軍部、親財閥、新日派との批判を受けてきた。なお、 漢字復活を主張している新聞でもある。以前は、社説でのみ韓国の監修に反して、漢字を直接使いハングルでルビを振っていたが、これは2008年1月に他の記事と同様に、ハングルの後ろに括弧中に漢字を入れる表記法に変更された。また、月刊朝鮮は1998年に漢字復活キャンペーンを展開し、少年朝鮮でも漢字教室を掲載している。 2001年1月に韓国の新聞では初めて日本語サイトを開設し、2004年6月時点での月間訪問者数は約90万人に達した。2008年11月24日より日本語版のみウェブ版の公開期限が無期限から1週間となり、過去の記事の閲覧には有料会員登録が必要となった。朝鮮語、英語、中国語版は 現在も無料で閲覧できる。2018年9月に韓国の時事週刊誌の依頼で世論調査機関カンターパブリックが実施した世論調査で最も信頼できないメディア1位に選ばれた2位は朝鮮日報系列のテレビ朝鮮。逆に最も信頼できるメディア1位は中央日報系列のテレビ局 JTBC であった。なお、 中央日報は信頼できないメディア語彙であった。なお、北朝鮮に関する報道について、朝鮮労働党高級幹部の金英哲、金与えただし、外交官の金川、明キラや歌手の現象月らが、当局の指示により、刑罰を受けたと報じるような誤報が多く発生した。点一独立運動以降の朝鮮総督府が打ち出した政策に応て、 朝鮮人の大物実業家だった、超守モル隊の主導で、朝鮮人経済団体の対象実業親睦会が中心となり、1920年3月5日に、創刊した。だがすぐに資金面で行き詰まり総平春が経営権を取得、工場新聞の元編集者で、ジャーナリストとして長く活動してきた南宮青木を、社長として招きで編集を任せた。 ほぼ同時期に創刊された東亜日報が朝鮮人への啓蒙や実力要請に力を入れたのに対し朝鮮日報は日本や朝鮮総督府の政策に真正面から批判する報道が目立った創刊一ヶ月後には両家の生死、李銀と政子女王との結婚にことを唱える記事を掲載して紙面没収の浮き目に遭いその後も四度の定刊処分をはじめ当局からの 圧力や弾圧をしばしば受けた。その一方でこうした論調から左右を問わず、独立運動家が集まり、安正博や李正財が社長を務め、高位の地規、牧建営、金丹屋など左翼人士が執筆を行った。またハングル普及のため、教材の無料配布を行っている。かた、アタルボ社長の時代に、総督府の教育政策を批判した紙面が、没収処分を受けた後、 論調が当局に協力的になり、リササグマサの爆弾テロを非難したり、後期2600年にあたっては、昭和天皇、皇淳皇后の写真を面に掲げ南次郎総督の談話を掲載した。1940年8月には、総督府の言論統制の一環で廃刊となる。日本の統治が終わって1945年11月23日に、復刊。 アタルボ社長が緊急指示を打ち出したこともあり、韓国独立統計の新聞として論人を張る。その後、1968年に、週刊朝鮮を1980年に、月刊朝鮮を夫創刊。2005年3月5日には、街版を廃止している。2009年3月7日に自殺した女優チャンジャヨンの遺書に、所属事務所からマスコミ社長。 放送局のディレクター、在界の有力者への性接待を強要されていたこと、朝鮮日報の片社長のルームサロン接待に、私を呼んで、性関係を要求するようにしたなどの記述があった。しかし、2009年の捜査記録に警察と検察が、朝鮮日報社主の息子である片氏が2008年1月28日に、チャンさんとある風俗店で同席していたという事実を、 詳しく調査した事実も出ているにもかかわらず、2009年8月19日に関係者は不起訴処分とされた。2018年、メト運動が盛り上がる中、チャンジャヨン自殺事件の再捜査、真相解明を求める国民の声が高まり、3月25日には事件の再捜査を求める大統領府国民請願の参加者が22万人を超えた。4月2日、法務部、 日本の法務省に相当するの検察過去市委員会は再調査対象事件に選定した。4月18日には事件の捜査に朝鮮日報社が圧力をかけていたとの元スポーツ朝鮮社長の証言が報じられた。5月28日、検察過去市委員会はかつての捜査は一貫性がある革新的な目撃者の供述を排斥したまま 信憑性が不足した酒の席の同席者の陳述を根拠に不起訴処分したとして、検察に再捜査を、監した。6月26日、ソウル中央地検の女性児童犯罪調査部は、再捜査の結果、事件の革新的で本質的な部分について、目撃者の供述が一貫しており、目撃者の供述を信じられるような状況が発見されたして、 元朝鮮日報記者を強制わいせつ罪で在宅起訴した。元記者は2004年の国会議員総選挙に半奈良党から出馬したが落選した人物だという2004年国会議員総選挙当時の半奈良党代表は金恵み。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。